皆さんおはようございます。一応あのパスウェイデータベースについて紹介してほしいというリクエストをいただいたので、まあ世界的にも有名なテックパスウェイを中心としたパスウェイデータベースの紹介ということで、紹介させていただくんですけど、まあ、あの資料を作っていたらほぼテックのみになってしまったので、まあ、あの本当にテックパスウェイを中心として、まあ、あと他にも、まあ、世界的に使われているデータベースいくつかあるので、まあ、簡単にそういうデータベースも紹介したいと思います。であのお手元に資料を、配ってますので、そちらを、ご覧になりながら、聞いてください。はい、私あの、このLife Science同好統合データベースセンターと、まあ、一応バイオサイエンスデータベースの両方に席があるカバーノといいます。よろしくお願いします。で、今日紹介しようと思っているのは、一つは KEGっていうこれの、京都エンサイクロペディアオブジーンズ&ゲノムスっていう、まあ、日本で、まあ、あの DDBJ とか PDBJ に並んで、まあ、日本で、まあ、おそらく一番よく使われている世界的にも有名なデータベースになります。でまず最初にあの、これ京都大学で提供されているんですけども、一応2つ提供されていて、KEGっていうのとゲノムネットっていう2種類のデータベースが提供されてるんですけど、この違いちょっと分かりづらいので、まだまず、それの違いについてお話しして、でこの、まあ、あの KEGのパスウェイデータベースというのが一番有名なんですけど、このパスウェイを、書くときにですね、部品としての、ゲノム情報ですね、あの酵素、まあ、タンパク質の、情報と、あとその代謝される化合物ですねの、そういう部品が必要になります。でそういう、KEGではそういう、部品のデータっていうのを集めていて整備しています。なのでまずその部品の、データベースについて紹介した後に、パスウェイのデータベースを紹介したいと思います。で一応あの私10年ぐらい前まで、あの今の、データベースセンターにいるんですけど、10年ぐらい前までは KEGにいたので、まあ、多少なり中身のことが分かるので紹介したいと思います。で、その他に、これはあのヨーロッパとアメリカの、共同でやっているリアクトームっていうデータベースがあるんですけど、これはあの、KEGとかはもういろんなあの生物種のデータを集め、あのパスウェイデータを集めたデータベースなんですけども、いや、まあ、リアクトームっていうのも、これ完全に人を中心に、人をベースにして、まあ、人とあといくつかのモデル生物を対象とした、パスウェイのデータベースになっています。でもう一つあの、バイオサイクっていう、これはアメリカのどこかで作っている、これもパスウェイのデータベースで、まあ中身はもう、ほぼKEGと同じようなことをやっているようなデータベースで、まあ、この辺多分、時間も足りないと思うので、まあ、さらっと紹介するにとどめたいと思います。でまずはそのKEGとゲノムネットの違いなんですけども、ゲノムネットっていうのは、まあ、ゲノム情報を基盤とした生命科学研究を促進するためのインターネットサービスで、ゲノムネットの中にKEGが入っているっていうような、なのでゲノムネットの方が、大きいデータベースになります。まあ、あの一応京都大学で整備しているのはこのKEGっていうデータベースで、そのKEGっていうデータベースを整備するために必要な、データですね、いろんな、外部のデータベースから、KEGを整備するためにデータを取ってきてるんですけども、そういう、全部のデータを、提供してるのが、ゲノムネットっていうところになります。なので、まあ、KEGを中心とするデータベース群と、まあ、それらを解析するための、計算ツールですね、もちろん、KEGで、開発されている解析ツールってもたくさんあるんですけども、例えばブラストとかだと NCBI が、開発しているようなツール、まあ、そういう外部のツールとかも全部、一応このゲノムネットから使えるようになっています。で、まあ、こちらの、LinkDB っていう、これもゲノムネットの中にあるデータベースの一つなんですけども、まあ、これを見ていただくと分かりやすいかと思うんですけど、この真ん中にある赤いところがKEGで整備しているデータベースです。で今日紹介するのはこのゲノムのデータと化合物のデータとあとパスウェイのデータですね。で最近また薬のデータとかもやってるんですけど、今日はこれについては紹介しません。でこれがKEGで、
でその他、その周りにですね、その結果を整備するための、データベース、PDB ですとか、まあ、ユニプロットですとか、まあ、結果じゃないところが使っている作ってるんだけども、そのこの結果のデータを整備する上で、必要なデータベースを、これも、そのゲノムネットの中に取り込んで、一応ミラーリングって、データを持ってきて、再配布していいようなデータについては、この2つ目の階層のところですね。で、インデックスだけで、データの中身は、持ってきちゃダメだけど、まあ、インデックスだけ、貼っていいよっていうのがその外側にあって、あとそれぞれのデータには外部のデータのリンクがあるんですけども、そういう、リンクが貼ってあるようなデータが一番外側にあります。まあ、こういうのを全部合わせて、DB ゲット、ゲノムネットとして、提供していて、で、まあ、その中で、京都大学が、メインとなって、整備しているのが結果データベースということになります。で、まず早速なんですけど、この、リンク DB というシステムはですね、この一つ一つの箱がデータベースで、この線がそのデータベース同士がつながっているかっていうことを表しているんですけども、一応この、まあ、例えば2つのデータベースを選んで、その ID ですね、それぞれの、まあ、違う ID 番号で、それぞれのタンパク質とか化合物はデータベースが違うと違う ID 番号で管理されているわけですけども、まあ、その、対応表っていうのを取ってくることが、できます。このリンク DB のページから取ってくることができます。で、それを、取ってみましょうということで、ここで書いてある例は、ケックジーンズのデータベースと、ユニプロットのデータベースの入っている人の ID の対応表をダウンロードしてみましょうということを書いてあるんですけど、まあ、別にこの例じゃなくて、何でもいいです。その違うデータベースの間の、ID の対応表を取っていきましょうということをやろうと思います。で、まず、ケックのページを、ケックじゃないか、ゲノムネットのページを開いて、いただいて、多分ゲノムネットで検索すると一番上に、こういうページが出てきます。で、まあ、この辺がその、ゲノムネットの中のデータを検索するようなサービスで、これがまあ、ゲノムネットの中心的なデータベースの一つであるケックですね。で、下の方に、解析ツールがあると。で、この、横にあるこの、データベース間のリンクと、いうのを、クリックしていただくと、まあ、こういうダイアグラムが出てきます。でかすぎたね。で、今回の例だと結果ジーンズのデータベースとユニプロットの、データベースの ID の対応表ということなので、まずこの結果の中の、ゲノム情報にあるジーンズっていうデータベースをクリックすると、まあ、このジーンズとつながっているデータベースっていうのがバッと出てきます。で、これから、まあ、例えばユニプロット、タンパク質の、データベースですけども、これをクリックすると、ジーンズから、ジーンズとユニプロットの対応表、あとここの下のところでですね、生物種を、入力します。で、これは後から紹介しますけど、結局では生物種っていうのを、生物種コードっていう、3文字または4文字の、アルファベットで表しています。で、人の場合だと、HSS、 ホモサピエンスの、HS で、で、まあ、人以外でも、このオーガニズムっていうところをクリックして、
なんか適当に検索ワードを入れていただくと何がいいですかね、まあ、例えば馬とかだとホースとか入れると、その、自動的にこの結句の中に収録されている生物種であれば、出てきて、で、選んでセレクトって押すと、まあ今馬の、生物種コードは ECB っていう生物種コードらしいんですけども、馬の、ケックジーンズの ID とユニプロットの、ID の対応表を取ってきてくださいというのを指定して、でこの、ダウンロードっていうところを押していただくと、すいません、 Windows の使い方がわからないんですけどテキストエディ、ん？違うな、なんだっけ、メモ帳とか、ワードなんだか、ワードなんだっけ、あと、もしかするとこのダウンロードしたファイルをウェブブラウザーで開けますね、ウェブブラウザーにドラッグすると、開けて、でまあこの、馬のこの遺伝子は、ユニプロットのこの、ID に対応しますっていうような、ID の対応表が出てきます。まあ、こういうふうに、データベース違ったらもう ID 違っちゃってどれとどれが対応しているのかわからないってことがよくあるんですけども、まあ、これをこの LinkDB の、ID の変換表をダウンロードしてくれば、どれとどれが対応する ID かということが、一覧で取ってくることが、できます。これも多分結句だけじゃなくてユニプロットと PDB の、ユニプロットのタンパク質の、データベースと、これはタンパク質の立体構造のデータベースですけど、まあ、そういう、いろんなデータベース間の ID の変換表が取ってこれるように、となっています。はい、というのが、まあ、ゲノムネットの簡単な、紹介で、でそのゲノムネットのもう中心的なデータベースとして KEC というものを、京都大学では、整備しています。KEC っていうのは、ゲノムや、分子レベルの情報、モレキュールの情報から、細胞とか、個体とか、あと、まあ、その周りの環境も含めたエコシステムっていうような生命システムレベルの、機能を理解するための、データベースのリソースになっています。で、まあ、基本的には遺伝子とか化合物の、分子の部品のデータベースと、それらを、つないだネットワークのパスウェイのデータベースから、となっています。で、まあ、メインはこの、3つになっていて、1つは、部品としてのゲノム、タンパク質とか、まあ、酵素ですね、それの、情報、あと代謝される、化合物の情報で、これを、組み合わせて、システム、パスウェイの情報、ネットワークの情報に、整備しているというようなことをやっています。でこれとこれを対応づけるために、まあ、例えばゲノム情報 と、パスウェイ情報を対応づけるためにこういう、いろんなツールを開発していまして、まあ今日はCARSっていう、KEC オートメーションアノテーションサーバーかな、そういうようなものを紹介したいと思います。で化合物から、化合物と、パスウェイの
解析ツールなんかもあって、まあ、例えばパスプレートっていうやつはあの2つの化合物を入力すると、まあどういう代謝経路があり得るかというようなことを、出してくれるようなツールになっています。で、まあ、こういうゲノム情報 と、化合物の情報を、リンクさせることによって、生命現象を、コンピューターの中で再構築してあげようというのが、結局のコンセプトになっています。で、結局のページに行っていただくには、まあ、ゲノムネット、先ほどのゲノムネットから結局っていうところをクリックしてもいけますし、多分結局で検索しても一番上に出てくると思います。で、まあ一応あの世界的に使われているデータベースなので、トップページは英語なんですが、一応日本で作っているデータベースなので日本語もあります。で、まあ結局に収録されているデータベースとか、あとツール、結局で、作っているツールなんかのリンクがありまして、でこの結局2っていうところから、結局全体の、まあ、ここにはあの主要なデータベースしか載ってないんですけど、結局2というところから、結局全体のデータベースとか、ツールへのリンクがありまして、で先ほどの、この3つに対応するような、これがあのシステム情報です。パスウェイの、システム情報で、これが、ゲノム情報の、データベース群で、これが、化合物の、データベース群で、まあ、一番下がの、薬とかそういうドラッグの、データベースになっています。で、今日紹介するのはこの上の3つを紹介したいと思います。で、まず、ゲノムのデータベースから、紹介したいと思います。で、今日紹介するのは、結局ジーンズっていう、これはあの、ゲノムが解読された、生物種の配列に対して、まあ、結局独自で、機能アノテーションっていうのをつけてます。それのデータベースです。で、ここでアノテーションという言葉ができたんですけど、アノテーションっていうのは何かっていうと、まあ、あの日本語では注釈付けっていうような意味合いがあって、ゲノムの世界では一応アノテーション2種類に分けられていて、一つはあの構造アノテーションっていう、まあ、例えばこういうような塩基配列を、シーケンサーかなんかで読んで出てきた時に、まあ、これ見ても人間何のこっちゃ分からないので、まず、これどこからどこまでがタンパク質のコーディング領域かっていうことを、決めますまあそういうのを、この ATG から始まって、TGA で終わるような、まあ、これバクテリアなのであのイントロンとかないんですけど、まあどこからどこまでが、そのコーディング領域で、まああの真核生物の場合だと、どこからどこまでがエキソンで、どこからどこまでがイントロンだっていう、そういうような情報をつけることを、まあ構造アノテーションと言います。で、まあ、ただですね、あのでこの、翻訳領域が分かるとコドンテーブルを使って、アミノ酸に変換できるわけですけど、まあ、これを見てもやっぱり人は何のこっちゃ分からないわけですね。なのであのこのアミノ酸配列が、このタンパク質が実際にどういう機能を持っているのかっていうのを、まあ、例えばブラストとかそういう、まあ、いろんな手段を使って、まあ、この配列は、エンドグルカナーゼっていう、お砂糖を切る酵素に似ていましたと。なので、きっとこの配列は、そのお砂糖を切る酵素でしょうという、そういうどういう機能を持っているのかっていうことを、注釈付ける、そういうのを、機能アノテーションと言います。まあ、そういうふうに、結局では、あの結局ではあの遺伝子はあのゲノムとかは読んでないので、他のデータベースからゲノムを取ってくるんですけど、その取ってきたゲノムに対して結局独自の、機能アノテーションっていうのを、
付け直して、整備しています。でもう一つ、スガケックジーンズっていう、まあ、これはそれぞれの生物種のゲノム情報を集めたようなデータベースで、もう一つケックオーソロジーっていう、これは各生物種の、オーソログ、異なる生物に存在する、相当な機能を持った遺伝子群を集めたデータベースで、オーソログも、でオーソログは何かっていうと、まあ主分岐で生じた生物間で対応する遺伝子のことをオーソログと呼んでいます。なんか祖先の配列、祖先の生き物がいて、まあ、それが何万年という時間の流れの中で2種類の生物種に分かれたと。ただ元々が1個なので似たような遺伝子を持っていて、この対応する遺伝子、違う生物の中の対応する遺伝子、もともと進化的に同じような遺伝子のことをオーソログと言います。まあ、ただそのこの先祖種っていうのは今から見るとそれ分からないので、推定するしかないので、現状ではその、どれぐらい、その配列、文字列が似ているかで、オーソログがどうかっていうことを判定しています。まあ、そういうような、ある機能を持つ、タンパク質が、他のいろんな生物に、生物のどの、遺伝子に対応するかというのを集めたのが、ケックオーソロジーという、データベースです。であともう一つ、最後に CARS っていう、ケックオートマティックアノテーションサーバーっていう新規ゲノムに対してこの自動的に、KO を割り当ててあげて、まあ、最終的にパスウェイにマッピングできるようにするようなサービスがあるんですけども、それについても紹介したいと思います。で、まずケックジーンズです。でケックジーンズはこっちも、こちらの方かで、このケックの、目次のページからケックジーンズっていうところに行っていただくと、ケックジーンズのページに、飛びます。で、ジーンズの中身は一応、4つぐらいの4つの、サブカテゴリーに分かれていて、ケックジーンズっていうのはこの、コンプリートゲノム、もう完全に配列を解読して、まあ、全部つながった状態で、ゲノムが提供されているような生物種のデータベース。あと、D ジーンズっていうのは、ドラフト段階でもう、ゲノムを読むのをやめちゃって、まあまあ、ある程度は読めてるんだけど完全に一本につながってないような、そういうような、まあ、ある意味不完全なゲノムの情報を、収録したデータベース。あと最近、流行りの、メタゲノムですね、いろんな環境にいる生物をごそっと読んじゃうっていう、まあ、皮膚にいる、菌をまとめて読んだりとか、腸内にいる細菌をまとめて読んだりとか、あと、まあ、空気中とか、あと海の中にいる生物をもうまとめて読んじゃおうっていうような、そういう、メタゲノムを集めたようなデータベース。あと V ジーンズというのはウイルスですね。まあ、そういう、サブカテゴリーに分かれています。で、この、このコンプリートゲノムっていうところをクリックしていただくと、今このケックでケックに収録されている、生物の一覧っていうのがずらっと出てきます。で、それぞれの生物種には、3文字もしくは4文字の生物コードが付けられています。これもともと3文字だったんですけど、
あまりにゲノムが読まれた生物が増えすぎちゃって3文字が足りなくなったので、1文字増やして、4文字を使うようにしています。で、このケックジーンズの中では、各生物の遺伝子はこの、生物コードコロン遺伝子 ID という形で、表現されていて、まあ、人の場合だと HSA が人の生物種コードなので HSA コロン、あと遺伝子 ID という形で、ゲノムが表現、ゲノムとか遺伝子が表現されます。で、この上の方を見ると、真核生物は279入っていて、バクテリアが2790入っていて、アキアが172入っていると。で、この資料は先週ぐらいに作ったんですけど、資料を見るとちょっと多分ちょっと増えてますよね。1週間ぐらいでまた生物種が、ちょこっと増えてると思います。ということで、まあ、早速ですが、このケックジーンズで、遺伝子を検索してみましょうということで、この前のページに戻っていただいて、でこの、サブカテゴリーの下に検索する、ボックスがあります。上が、ジーンズデータベースから全体から、検索する場合で、下が生物種を限って検索する、検索方法です。で一応検索モードっていうの2種類用意されてまして、Bfind モードと Bget モードっていうの2種類用意されてるんですけど、この Bfind モードがいわゆる普通のキーワード検索になります。で Bget モードっていうのはその、ID を、入れるとその ID を表示してくれるものですけど、まあ、例えば文献とか読んでいてもう ID が分かっているんだったら、いちいちキーワードとかで検索しなくてもその ID そのものを入れると、検索できるというようになっています。で、まあ、何でもいいので適当な、用語で、この資料の例では、アミラーゼと入れてあります。アミロースを分解する酵素です。まあ、何でも、自分のお好きなキーワードで構わないと思いますので、でこの、上側の方で入れるといろんな生物種の、アミラーゼっていう、キーワードが、入った遺伝子っていうのがずらっと出てきます。生物種を制限するともちろんその生物種のみの、配列が出てきます。でまあ何でもいいですけど適当に、例えば HSA279 番っていう遺伝子をクリックすると、まあ、こういうような画面が出てきて、まあID 番号とか名前とか説明ですね。が、書かれてます。でこのディフィニッションっていうところに書かれている説明はこれはオリジナルのデータベース。レフシケックに入っているゲノムのデータベースはレフシークから持ってきた配列が多いんですけども、まあ、それのオリジナルの、データベースに書いてある説明です。でこの下のオーソロジーっていうところに書いてあるのが、ケック独自で、アノテーションを付け直して、付けた、説明になります。あとその下には、このタンパク質、まあ、酵素が
出てくる、パスウェイのリンクですとか、まあ、あと、薬ですね。これ多分確か糖尿病かなんかの薬だったと思うんですけど、一応薬のデータベースも結構持ってるのでそれのリンクですね。あとは、その、この、タンパク質の、階層分類ですね、まあ、これ今アミラーゼですけど、アミラーゼは、グリコシダーゼの一種で、あのお砂糖を切る酵素の一種で、っていうような、そういう階層的に、このタンパク質がどういう機能を持っているかっていう説明が、書かれています。で、あと、どういうモチーフを持っているかっていうような、PFAM っていうモチーフのデータベースに、検索をかけて、どういうこの、アミノ酸配列がどういうモチーフを持っているのか、まあ、あと、他の対応するデータベースの、対応するエントリーへのリンクですね。でもし、立体構造が分かっていると、その PDB へのリンク、あと下の方に、アミノ酸配列と、あとその、DNA の塩基配列があります。でアミノ酸配列のここから、DB サーチっていうところをクリックすると、ブラスト検索を、かけれるような形になっています。でこれが今、人のアミラーゼの、遺伝子っていうか、まあ、タンパク質の、ページになります。で先ほど言ったように、まあ、アミラーゼ持っているのは人だけじゃなくていろんな生物が持っているので、そういういろんな生物のオーソログを集めたような、データベースへのリンクがこのオーソロジーっていう、K なんだか考えて、K01176 っていうところに、そのオーソログのデータベースへのリンクがあります。で、オーソログは一応 K から始まる番号で ID を全部振られていて、まあ、それの、このディフィニッションはこの結構オーソロジーっていうのは結構オリジナルのデータベースですので、これは結構がつけた、アノテーションで、この、オーソログ遺伝子が出てくるパスウェイと、まあ、あと階層分類があって、でこのジーンズっていうところに、それぞれの生物に対応する遺伝子ですね、タンパク質への、リンクが、あります。人のこう、こういうアミラーゼと、これは何だろう、 PTR はちょっとわからないですけど、なんか多分サルかなんかだと思うんですけど、そういうような、対応、進化的に、同じと考えられるタンパク質のリストが、まとめられています。あとはその、この機能の根拠となった、論文ですね、文献情報なんかが、入っています。で、なんでいちいち結局はこの、KO っていうのをつけて再整理、遺伝子とかタンパク質を再整理しているかっていう と、もうこの、3つの情報をつなぐのにこの KO っていうのを中心につないでいるので、一旦全ての生物種が持つ全ての、タンパク質を KO に、マッピング、 KO と対応付けてあげて、その KO を使って、この3つの情報をつなぐということを内部的にやっているので、この結構オーソロジーっていう、データベースが、結構の一つの中心的な、データベースになっています。3つのタイプのデータベースの多くは、KO を介してリンクされているので、結構を使う上で非常に重要
なんですが、そしたらこの結句の中に入っている、結句のデータベースに入っている生物だと一応全部結句、オーソロジーの対応付けが済んでるんですけど、じゃあそういう、割り当てられてない結句のまだ入っていない生物種とか、自分で、配列を読んで、配列を読んだけどまだ登録してないので結句に入ってないようなデータはもちろん、KO 番号っていうのが、アサインされてないので、じゃあこの結句の、システムを使えないのかということになってしまうんですが、そういう、自分で読んだ配列でもこの結句のシステムを使えるように、CARS という、結句応答マティックアノテーションサーバーっていうのが、用意されています。でこれは、多分この結句っていうところのアイコンをクリックすると元に戻るんですけど、これですね、このゲノム情報のところの、一番下に CARS っていうのが、あります。よいしょ。でこのCARSは、入力は何を入れるかっていうと、大規模シーケンスで得られた、生物の、アミノ酸や塩基配列を入力すると、出力として、配列名とその入れた、配列の、名前とか ID と KO の対応表が返ってきて、でその、KO を使って、パスウェイにマッピングすることができるようになっています。で一応3種類、計算モードがあって、完全ゲノム用と、あと部分的にしか、ゲノムを読んでないような、不完全なゲノムとか、メタゲノムとか、そういうようなも、そういう生物用と、あと EST 用っていうのが分かれてます。これはあまり不完全な、情報に対して真面目に計算しても、しょうがないので、この一番上は真面目に、すごい計算してくれるんですけど、やっぱり計算は大変なので、ブラスト全体全入力した配列全部と、あとそのデータベースの中の配列全部に対してブラストをお互いかけるので計算大変なので、しっかりとした生物は真面目に計算して、中途半端なものに対してはそんなに真面目に計算しない、あとメタゲノムみたいにデータ量が多いものに関してはあんまり真面目に計算しすぎると時間かかりすぎるので、ちょっとサボるというようなことを、やっています。で、クリックしていただくと、ここに、配列をコピー&ペーストしていただくか、アップロードしていただいて、であとこれ計算に時間かかるので、E メールアドレスを入れてもらって、計算が終わったらメールで終わったよと教えてくれると。あとその、ブラスト検索でアノテーションをつけていくんですけど、そのブラストを検索する生物種ですね、ジーンズ全体とか、あと真核のみとか原核のみとかまで、もし禁煙種が分かってるんだったらその禁煙種をここで、して、40生物まで入れられますけど、ここで指定することで検索対象ブラストをかける、対象の生物を絞ることもできます。もちろん、生物の数を減らしていくと、その分早く計算終わりますけど、検索漏れっていうのが出てくるし、生物種を増やすぎると、検索漏れはないかもしれないけど時間がかかるというような形に、なっています。でこれちょっと時間がかかるので皆さんにやってもらえないんですけど、まで、配列をベッド貼っつけて、コンピュートってやると、こういう、
マルチファスタ形式っていう、これはアミノ酸の配列をまあひたすらずらっと、何千と並べた、形式で、貼っ付けます。私もともとこういうデータベースをやり始める前は実験をやっていて、酢酸菌っていう、エタノールから酢を作るような菌です、細菌ですね。それの研究をやってたんですけど、それの完全ゲノムがあるので、それを、カースでジノアノテーションしてみましたという例です。でこういう、配列を、入力してすると、こういうような、ちょっとちっちゃくて見づらいかもしれないですけど、こういう、入力した ID と、でもし、対応する KO があれば、その、KO の ID ですね。もちろん全部が全部対応するわけじゃないんですけど、この今入力した ID に 対応する KO があれば、その KO が、リストされるというような結果が返ってきます。でこの辺に、パスウェイとか書いてある、パスウェイマップとか書いてあるので、こういうのをクリックすると、この KO に基づいて、パスウェイを書くことができて、これは TCA サイクルの例なんですけど、こういうこの酢酸菌は、こういう、色がついているところがこの、菌が持っている酵素ですけども、こういう酵素を持っていると。で実はこの、酢酸菌っていう菌は TCA サイクルを回さないことが実験的に知られていて、でその、ゲノムを入れてみると、このTCA サイクルのマレートデヒドロゲナーゼとかないんですね。なので実験的に知られている事実が、ゲノムからも、確認できたというような例になります。というのが、ゲノムの、ヘックで扱っているゲノムのデータベースになります。で次に、化合物の、データベースですけども、で化合物も結局、化合物のデータベースは結局リガンドっていう名前なんですけども、これはサブデータベースがまたあって、コンパウンドっていう、いわゆる中間代謝物とか二次代謝物の、化合物のデータベース、あとグライカンという糖鎖ですね、血液型糖鎖とかそういう、N 型糖鎖 O 型糖鎖の、糖鎖コードのデータベース、あと、こういう代謝物の反応を集めたような、生化学の反応のデータベースなんかが、あります。で検索はこういうキーワード検索もできますし、分子紙とか分子量とか、あとお絵描きソフトで化学式を書いて、検索するような、検索方法もあります。で結局リガンドっていうのはそういう、化合物関係の、データベース、反応も含めて、化合物関係のデータベースを総称してリガンドと呼んでいて、そのメインとなっているデータベースはケックコンパウンドっていう、主に代謝化合物を収録したデータベースになります。で、その反応のデータベースはもう作られていて、そのケックリアクションっていうデータベースが作られていて、これは個々の反応ですね、ある、酵素が化合物 A を化合物 B に変換しますっていうようなものを集めたデータベースですけども、これをつなぎ合わせていくと、パスウェイができるという、関係になっています。ということで、またですね、このケックリガンドを使って、キーワード検索をしながらちょっと中身を見てもらいたいと思います。でケックに戻るには、この、結果の目次のページに行っていただいて、
真ん中よりちょっと下にあるケックリガンドと。まあ、そうするとあの、サブデータベースのリストが出てくるんですけど、まあ、この、下のところに、また検索ボックスがあります。で、これも別に、お好きな化合物で検索していただいて構わないんですが、資料にはフェニルアラニンと書いてあります。フェニルアラニン、まあ、別にあの化合物の名前だったら何でも。こうって押していただくと、今あのケックリガンドっていういろんなデータベースが、たくさんこういうの、いろんなデータベースの集合体に対して、検索をかけたので、それぞれのデータベースで、フェニルアラニンっていうキーワードが入っているエントリーが、出てきます。でこれ全部見たいときはこの、ディスプレイオールってやると、ヒットした全部の、化合物が出てきます。で、まあ、なんか適当なエントリーをクリックしていただく と、これはケックのコンパウンドのデータベースのページに行って、でこの、化合物はあの C から始まる番号で、ケックの中では管理しています。で、まあ、名前ですとかあと分子式ですとか、あと、まあ、精密質量、あのマスで測る時の、質量とか、あの、平均分子量とか、あとまあこういう二次元でどういう、まあ、構造式ですね、形をしているのかと。であとこの、フェニルアナリンが出てくる、反応ですね、反応データベースへのリンク、あとこの、フェニルアラニンが出てくる、パスウェイへのリンク、でこれは後で紹介しますけども、まあ、モジュールっていうデータベースへのリンクがあったり、あと EC 番号ですねのリンクとか、あとまた階層的な、分類への分類なんかが、あります。であとその他のキャスとか、NCBI がやってるパブゲームとか EBI がやってる、KB みたいな、外部データベースへのリンクっていうのがあります。でこれがあの化合物のデータベースのページで、でリアクション、この化合物が出てくる、生化学反応ですねを集めたデータベースがこのリアクションっていう、ところにあって、9に、まあ、何でもいいですけど、クリックしていただくと、この今検索したフェニルアラニンが出てくる登場する、生化学反応、まあたくさん反応自体はたくさんありますけど、まあ、そのうちの一つを今表示させた状態です。でこの、リアクションのデータベースというのは R 番号、 R から始まる ID 番号で、ケックの中では管理されています。でこの、反応、生化学反応の、データベースのエントリーは、まあ、こういう名前で、フェニルアラニンとピルビン酸が反応して、フェニルピルビン酸 と、アラニンができるというような反応で、その、模式図がこの下に、書いてあるものになります。で下の方にはこれちょっと後で説明しますけど、あの対応する EC 番号ですとか、あのこの反応が出てくる、パスウェイ、あと、この反応を触媒する、酵素の、KO、
結構ソロジーの、リンクですね。そういうものがあります。で、あの結句ではこういう、まあ、いろんなこういう性化学反応がデータベースの中に入ってるんですけど、まあ、そういう、反応を分類するのに、R ペアっていうの、データベースを作って、反応の分類をやってます。で、例えばこれをクリックすると今まあ、これとこれが、インプットでこれとこれがアウトプットですけど、それの、どの部分どの原子が、変化したかっていうのを、データベース化しています。で、一応、この反応中心がこの赤い原子なんですけど、まあ、実際に、切れたりなんかくっついたりするような原子がこの赤いところなんですけども、これの、実際の反応中心、このデータベースの中では、リアクションセンターと呼んでます。と、あと実際にその、置き換わった原子ですね、この青い部分が置き換わった原子で、これを、ディファレンスアトムっていう、まあ、変化した、原子と呼んでいて、でその、リアクションセンターの周りにある変化してない、原子について、マッチドアトムというこの、実際に、性化学反応で、変化する原子とその隣の原子ですねを、集めてきて、それを、RDM、 この頭文字を取って RDM のペアとして定義しています。これは結句の、リアクションのデータベースに入っている全ての化学反応についてこの、RDM っていう、その活性中心の近辺だけに注目したような、パターンを定義していて、で、こういう、同じ RDM のパターンを持つ、反応を集めてまたさらにそれをデータベース化するというようなことをやっていて、それのことを、まあ、結局 R クラスと呼んでいます。なので、そうですね、例えば今のこの反応ですと、まあ、ちょっと細かいことはいいんですけど、RDM のパターンは、こういうようなパターンになって、こういうパターンを持っている、まあ、他のリアクションはこういうのがあって、でその集めたデータベースっていうのがこの、リアクションクラス R クラスっていうところにあります。そうすると、まあ、これを使って何をやっているかっていうと、この、リアクションクラスっていうのを集めてくると、その同じ、化合物は違うんだけど、その同じリアクションクラスを持っているような連続した反応っていうのが、見つけてくることができます。そういうのをリアクションモジュールと呼んでいて、どこにあったっけ、この R モジュールっていうところに、リンクがあるんですけど、まあ、元々の、基質は違うんですけど、全部、こういう同じ、リアクションクラスの、反応で反応が進んでいくっていうような、一連の反応を定義することが、できます。で、まあ、こういうものを見つけてくることで、まあ、例えば高素光学
みたいに、とある、化合物を、酵素を使って変換したいというような時に、そういうこの、リアクションのモジュールの情報と、遺伝子の情報っていうのを融合して、そういうような工学的なことにも使えるんじゃないかというようなことを、データを、まとめています。で、ここまでが化合物関係のデータベースなんですけど、その化合物を検索するような、システムとして SIM コンプっていう、これは類似した化合物を検索する、ソフトで、ブラストの化合物版だと思っていただければいいかと思います。で、データベースの中から似た構造を探してくる検索の方法とか、2個の化合物を入れて、それの類似度を計算する方法とか、あと部分構造を検索するような、オプションがあります。で、これもしかするとこれどうやって回るんだろう、ちょっと戻れないので、このテーブルに戻っていただくと、これか、SIM コンプっていうのが、真ん中辺にあります。で、これは入力形式としては、モルファイルっていう、化合物の世界、化合物を、文字で書く標準フォーマットがあるんですけど、それを入れなきゃいけないんですけど、その下の方にですね、一番下にケックドローっていう、これはお絵描きツールがあります。その、皆さんケムドローとか多分聞いたことある方もおられるかもしれないですけど、それの、無料版だと思ってください。そういうお絵描きソフトも提供していて、そこで、化合物の絵を描いて、上の方のメニューからその SIM コンプっていうのを選ぶと、そのお絵描きした化合物に似た化合物を、検索してくれるというような、ツールも、提供しています。やべ、時間ない。という、今までそのゲノムのデータベースツールと化合物の、データベースツールを紹介してきましたけど、そういうのを組み合わせて、パスウェイっていうものを、書いています。で、ここで紹介するのはケックパスウェイっていう、代謝系とか、あと制御系疾患などの、ネットワークを集めたデータベースで、グローバルマップっていう、代謝系ネットワークを俯瞰するような、見方もできます。あとケックモジュールっていう、いろんな生物種で、保存されている連続的な反応を集めたデータベースなんかも作られていまして、あとケックマッパーっていうのは、そのケックのパスウェイ上に、いろんなデータを表示すると、例えば遺伝子発現のデータなんかを、ケックのパスウェイ上にマッピングして眺めるというようなこともできるようになっています。で、このケックパスウェイってのはどういうふうに作ってるかっていうと、基本的には何かの論文かなんかにある酵素が、化合物 A を化合物 B に変換しますというような文献が、出てたとします。そうすると、それを使ってパスウェイにその情報を書くんですけど、この文献というのはもちろん何かの具体的な生物の、酵素を使って実験されたものです。それだと、例えば人で実験されていたら、人のパスウェイしか書けないことになっちゃうんですけど、これを人の、遺伝子対応する、オーソログですね、 KO 番号っていうのを対応付けてあげて、この KO 番号として、パスウェイを、書いてあげることで、そういうのリファレンスパスウェイって呼んでるんですけど、KO 番号でパスウェイを書いてあげることで、その KO に属する、いろんな生物種の酵素ですね、人とか、
あの大腸菌、あ、これ酵母とか大腸菌とか、まあ、いろんな生物がそのオーソログ遺伝子を持っていたら、それぞれの生物、独自の、パスウェイっていうのを、まあ、このリファレンスパスウェイをもとに、リファレンスパスウェイとこの、オーソログ遺伝子があるかないかを使って書くことができるというような、書き方になってます。なので、まあ、この、パスウェイのこの反応自体は人で、実験されてるんだけども、まあ、オーソログ遺伝子を他の生物にも持っているのできっと同じ反応をするでしょうというようなことが、パスウェイ上で表現できることになります。で、これもケックパスウェイの、でまたこの、目次のページから一番上にケックパスウェイというのがあるので、ここに行ってもらうと、で、この一番でのが、代謝系の、パスウェイになります。でこの2345っていうのがあの制御系のパスウェイで、これは疾患のパスウェイです。で、まずですね、この代謝系のパスウェイを見てもらおうと思うんですけど、この1番のメタボリズムの下の 1.0 っていうところに、グローバル&オーバービューマップっていうのがあります。これであの代謝系のマップを、まあ、一望することができます。で一応2種類の、マップが用意されていて、でこっち側のリンクは、出てくる図が、画像になってます。でこっち側あのケックアトラスっていう方があの Google マップみたいに、拡大縮小とかあのドラッグしてあの場所を移動したりとかできるんですけど、ちょっとこっち見づらいので、今回はこの、画像の方を使って、やってみたいと思います。まあ、そうすると、これがあのいわゆるリファレン、あの先ほど言ったリファレンスパスウェイってやつで、あのいろんな生物種の、実験されて、まあ、エビデンスに基づいた反応を集めてガッチャンコした図になります。で横に、いろんな、まあ、いわゆる先ほど言ったパスウェイモジュールっていうものがあるので、これをクリックするとあのチェックを入れていただくとその部分に色がつくと。例えば、カルボハイドレートなんちゃらかんちゃらっていうところをクリックすると、まあ解凍系ですね、まあ、ここですよと。まあ、分かります。でこれはあの、全部の生物の、リファレンスパスウェイですけども、生物種独自のパスウェイを表示させることもできて、この上のところリファレンス、今リファレンスパスウェイって書いてあるところから、生物種を選ぶと、まあ、例えば、ホモサピエンスを選ぶと選んでゴーって押していただくと、人で使われている経路っていうのは濃く残って、使われてない部分は薄くなると。でこっちを見ていただくと、これ人で、でここ一応畜産大学なので動物を使おうかと思ったんですけど、動物と人だとあんまり差がなかったので、ちょっと植物アラビド物質を使って表示させたのがあるんですけど、まあこの
人とアラビドプシスを比べると、あのもちろん、まあ、こういう、セントラルな、代謝経路は共通してますけど、だいぶ使われているパスウェイ経路が違うというのが、分かると思います。で、ちょっと小さくて分かりづらいんですけど、この、丸い部分が化合物に相当していて、カーソルを合わせると一応名前とその構造が出てきていて、で線の部分が、それぞれの遺伝子に対応していて、まあ今複数個の、酵素があり得ると出てますけど、まあ、こういうような人の、こういう酵素が、この反応をやっていますよというのが分かるようになっています。でこれがあの全体を俯瞰するグローバルマップっていうやつで、皆さんよくご存知なのは、ケックパスウェイのこの 今表示したのはこの 1.0 のグローバルパスウェイだったんですけど、この下にある、パスウェイっていうのが、まあ、いわゆる一般的な、代謝経路になります。でまあ、例えば回答系とかを表示すると、まあ、一番最初に、リファレンスパスあのいろんな生物の、反応をガッチャンコしたような、パスウェイが表示されて、でこの丸いのが化合物で、四角いのが、酵素ですね。で、この楕円形になっているのが、他のパスウェイになっています。でこれあのクリックするとそれぞれの化合物なら化合物のデータベースに飛びますし、タンパク質なら、タンパク質の、血行オーソロジーの、データベースに飛ぶようになっています。でこれも生物種ごとに表示することが可能で、上から生物種を選んでいただいて、表示させるとその生物種が持っている、酵素に関しては、緑色で表示されます。でまあ人の場合だとこういう酵素を使って、解凍系が進んでいくと。でこれがあの、まあ、いわゆる結句でよく、まあ、論文とかにも書かれるパスウェイなんですけど、まあ、そのパスウェイをもうちょっと細かく分類したものとして、まあ、結句モジュールっていうのも、作っています。これは何かっていうと、まあ、あのいろんな生物で、保存されているような一連の反応ですねを集めたような、データベースになっています。なのでこの、パスウェイよりももうちょっと細かい単位で、整理したようなデータベースで、まあ、いろんな生物種の、まあ、酵素共通の酵素を使って、一連の反応が進んでいくというのを、集めたものが、ケックモジュールというものになります。まあでまあ、ちょっといくつもあって分かりにくいかと思ったのでまとめたんですけど、まあ、結局の中でのシステムの階層性っていうのは、一番下にベースとしてあの分子のデータですね、遺伝子結局人数 と、コンパウンド化合物タンパク質と化合物のデータがあって、で、まあ、それが
ある、タンパク質が化合物 A を化合物 B に変換しますというような、生化学反応があります。それが、ケックリアクションというようなデータベースとして整備されていて、で、そのリアクションの、いくつかのリアクションの集合体というのが、いろんな生物で、保存されている一連の反応をまとめたものが、ケックモジュールというデータベースで、さらにこのケックモジュールというのを、人が見て、見やすいような単位、回答系ですとか、TCA サイクルみたいな、そういう、いわゆる、これまで生化学の教科書とかに載っているような単位でまとめたのがケックパスウェイというものになります。でそれをまたさらに、全体を俯瞰したようなものがケックグローバルマップというものになっていて、そういうのを全部組み合わせて、生命システムとして、ケックデータベースが提供されていると、というような関係になっています。なので、結局究極的にはこの生命システムをコンピューターの中で、表現してあげようというのが結局の、コンセプトなので、それを実現するためにこういうような、階層的な構造になっているということです。でこれがパスウェイのデータベースで、次に紹介するのがその、パスウェイに、自分の持っているデータを、マッピングして色をつけたりだとか、独自のパスウェイマップを、書いてあげようというようなツールに、なります。で、これも、どこにあるのかな、上から4番目ですね、上から4番目にケックマッパーというのがそうすると、パスウェイにマッピングするツールとしては今4種類あります。で実際にこれを使って、いろいろデータを表示してもらおうかと思います。で一番上にあるサーチパスウェイっていうのが、ここに、なんかオブジェクト入れろって書いてあるんですけど、遺伝子の ID だとか化合物だとか、あと、モジュールの ID だとか、何でも、入れていいんですけど、一応この横に Example っていうサンプルファイルがあるので、どちらでもいいですけど、KO だとその KO のID 番号を入れたり、これは化合物の ID 番号ですね。人の場合だと人の遺伝子の ID とか、化合物の ID とか、あと EC 番号とか、とりあえず結句の中で、ID として使われているものがあればそれを入れると入れて、エグゼクってやると、今入力したものが、出てくるパスウェイで、その入力したものが何個入ってるかっていうのをまずリンクが出てきて、で表示させると、今、人のパスウェイ、人が持っている酵素は緑色になってるんですけど、今、先ほどの画面で指定したオブジェクトですね、遺伝子ですとか化合物は、赤色でマッピング赤色に、変わっているのが分かると思います。こういうふうにして、パスウェイの一部に、色をつけると。いうようなことができます。あとその下の、サーチ&カラーパスウェイっていうのは、先ほどは、赤色がつくだけだったんですけど、今度は自分で色を指定して色をつけることができます。例えば、今これ遺伝子の、ID に、これがどっちを取ってたんや、背景色文字色ですね、
背景の色と、文字の色を、まあ、指定してマッピングしてあげると、これは箱がないので分かりにくいですね。そうすると今、指定したように背景が赤で文字が何だっけ青とか、カーゴオブザピンクを指定したので、ピンク色になると。ですとか、3番目のカラーパスウェイというところからは、これはあの定量データとか、遺伝子発現情報みたいな定量データを、マッピングすることができて、でちょっとこ のサンプルファイルを1回保存していただかなきゃいけないんですけど、まあ、こういう、遺伝子 ID と、まあ、背景色と、文字色みたいな、あ違うか、これはあの今3種類のなんか状態があって、その3種類の状態ごとに色をかき分けているっていうようなファイルです。とかこの例の CML コズミックっていうのを選ぶと、これはあの何かの発現データかなんかのデータになっていて、まあ、こういう ID に、定量値がついているようなデータになります。まあ、例えばこの、定量値のデータをですね、ちょっと一回これ、ダウンロードしていただけ、していただかなきゃいけないんですけど、名前をつけてリンク先を保存、デスクトップとかに置けばいいのか、そうすると、こっち書いたな。ですね、右クリックで保存していただいて、で、表示するパスウェイを、指定するんですけど、今この例では HSA の5200っていうのにマッピングしろという例になっているので、ここに HSA05200と、入れていただいて、で、ファイル、先ほどダウンロードしたファイルを、これか、指定していただいて、で、色つけるだけだったら上でいいんですけど、今定量値なので、今、値が入っていて、で多分ログスケールにした方が見やすい、今のデータの場合だとログスケールにした方が見やすいと思います。で、色の指定も、まあ、ここでできて、まあ、ちょっと記号で書いてあるのでわからないと思うんですけども、このチェックっていうところを押すと、まあ発現量の低いところから高いところが黄色から赤になっていると。で、エグゼクしてあげると、そうすると今あの発現量を
まあ、発現量とか数値を入れたデータの、数値の低いところは黄色くて、数値が高いのを入れたのは赤くなるっていう、こういうふうに、まあ、遺伝子発現情報のマッピングとかそういうことに、使うこともできます。はい、色の情報の記号とか、はい、出てきたのがブルーとか、はい、なんかっていうのは何を参考にこの調べて何か書いてありますか？基本的に、ウェブ上で表示するための色のコードなんですよね。だから、HTML 色とかで検索していただいたら多分出てくると思うんですけど、まあ、でもこれタブレットとかでもいけるんじゃないかな。できなかった、できないですね。ウェブ上で、色を指定するときのコードです。先ほどのは、で4番目は、これはあの複数の生物種のパスウェイを比べようということで、比べるってやつで、マルチプルオーガニズムの例を入れると、これも、ダウンロードはしなくていいのか。この例のファイル開いていただいて、全選択してコピーして戻って貼っつければいいのか。そうすると今複数の生物種のどういう遺伝子を持っているのかっていうことを今指定したんです。指定してあって、オーガニズム、多分4種類ぐらいの生物種の、情報が入ってたと思いますが、例えば回答形なんかを指定すると、こういうふうに、今4種類の多分生物が入っていたと思うんですが、それぞれの生物が持っている酵素に色がつくと。なので複数の生物を比較して、どの生物はどの酵素を持っているけど持ってないとか、あと代謝経路が複数あるときにどっちの経路をどの生物が使っているのかというのをパッと表示することができます。結果これというふうに、結句のパスウェイが、どういうふうにして作られているのかっていうのと、あとその、皆さん論文とか書かれるときに結句パスウェイに、どういうふうに色をつけて、表示できるのかということを、ご紹介しました。でも、5分ぐらいしか時間がないので簡単に紹介するにとどめますが、もう一つ、リアクトームっていうのが、パスウェイのデータベースとしては一つ有名なものがあります。
で、まあ、これはこういうような画面で、まあ、基本的に結局と似たような感じなんですが、まあ、こういう横から階層的にパスウェイをたどっていくと、まあ、こういうような画面が出て、選ぶと色がつくというようなものです。まあ、ただ結局と違うのは、結局はいろんな生物種から、の反応を集めてきた、パスウェイ、反応を集めてきてパスウェイを変えてますけど、リアクトームは基本的に人のパスウェイのみです。まあリアクトームも、結空マッパーみたいなそのパスウェイに色をつけるようなツールも提供されていて、まあ、リアクトームのページに行っていただいて、まあ、この、アナリシスデータというところをクリックすると、まあ、こういう画面が出てきて、まあ、これも、例イグザンプルが横にあるのでこれをクリックしていただくと、そのイグザンプルを使って実際に表示させることができます。まあ、こういうふうに入力した分子に色がつくと。で、定量データも入れることができて、まあ発現の高い低いで色を塗り分けることができるようになっています。あとこれ基本的に人で作られている人のパスを集めたものなんですけど、まあ、他の生物との比較もできるようになっていて、人のパスウェイの中で対応その他の生物で対応する部分はどこかという表示の方法です。まあ、人 と、共通の、まあ、オーソログの遺伝子があったらその部分に色がついて、この部分は他の生物人 と、今検索した生物で共通していますよということが分かります。まあ、でも基本は、リアクトームっても完全に人に特化したパスウェイのデータベースです。でもう一つ、バイオサイクっていうのが、パスウェイデータベースとしてあります。でこれはもうほぼ、作り方も結局と同じような感じで作っていて、まあ、基本的に同じですね。文献から反応情報を集めてきて、これはメタサイクっていうメタレベルの、パスウェイのマップを、書きます。これは結局のリファレンスパスウェイに相当するものです。で、それのオーソログがあったら、それぞれの、生物種のパスウェイにマップするというものです。でこれも、3000何生物種の、データが入っていたと思うんですけど、まあ、基本的に、10種類ぐらいの、まあ、メジャーな生物が、マニュエル人の手で、整備されていて、あとはコンピューターを使った予測されたマップっていうのが入っています。でもともとこの、バイオサイクっていうのは、エコサイクっていう大腸菌の、パスウェイを作っていたのが最初なので、まあ比較的大腸菌のパスウェイが強いような、データベースになっています。これですね、ケックパスウェイとバイオサイクは、まあ、ほぼ、似たようなことをやっていて、メタサイクっていうのはリファレンスパスウェイに相当して、まあ、ケックの個々の、まあ、人とか、マウスとかそういう個々の生物種のマップは、この、バイオサイクのパスウェイゲノムデータベース、なんだかサイク、エコサイクとかヒューマンサイクとか、まあ、そういうものに相当する。で結局でパスウェイって言ってるものはスーパーパスウェイ、バイオサイクではスーパーパスウェイって、まあ、呼び方は違うんですけど、まあ、実質同じで、結局のモジュールっていうのが、まあ、バイオサイクでいうパスウェイに相当するとそういうような、対応関係になっています。ということで、これで終わりかな。一応今日準備してきたのは、これまでですが、基本的に、まあ、メジャーな、パスウェイのデータベースの、まあ、作りどういうふうに作られているのかと、まあ、どういうふうに使えるのかということについて紹介しました。はい、時間になったのでこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。